こんにちはゴルフファンの皆さん今年のシーズンもいよいよクライマックスに差し掛かっています渋野日向子選手が再び輝きを取り戻すことを待ち望む声がある一方で彼女の不安定な成績に不満や疑問を抱くファンも増えてきています彼女にとってはキャリアの岐路に立たされた1年となり怪我やコーチングの問題そして最後の試合に向けてのプレッシャーが重なり渋野日向子選手は再びトップの舞台で輝くことができるのか ファンは期待と不安の入り混じっった心境で見守っています。今回は渋野ひな子選手の現在の状況や悩みを深く掘り下げ多角的に分析していきます。1: 出遅れ癖と不安定なスタート成績不振の原因は渋野ひな子選手は今シーズン特に初日の出遅れが目立ちこれが成績の不安定さに大きく影響しています。今シーズンの試合では、 彼女がが初日に大きく出遅れた試合回回もあり、そのうちちは予選落ちしています。最も重要な1日目でスコアを崩してしまうことが多いため後半で挽回するのは非常に困難でありファンも試合の行方を見守りつつも不安が募ります特に先日のロッテ選手権では1バーディー2ボギー1ダブルボギーといった結果で3オーバーというスタートを切り107位からのスタートとなりました 最終戦出場のためにはポイントランクで60位以内を維持する必要がある渋野日向子選手にとってこのような出遅れは命取りとなりかねませんこの成績に対しファンの間では出遅れ癖が治らない限り上位に戻るのは難しいのではとの声が上がっており渋野日向子選手がなぜスタートで安定したパフォーマンスを発揮できないのか疑問が深まっています2繰り返されるコーチやスイングの変更進化への追求かそれとも瞑想か 渋野日向子選手のゴルフ人生には進化を求めるための試行錯誤が常に見られます特にコーチやスイングの変更を重ねてきたことで彼女が目指す理想のドローボールを習得することが難しくなっているようです左に曲がるショットへの不安から彼女は自信を持ってクラブを振ることができていないという指摘もあります現在のコーチである辻村春之氏の下で渋野日向子選手はさらなる成長を目指していますが コーチは他にも多くのトップ選手を指導しており、特にベテランの上田桃子選手への指導に多くの時間が割かれていると言われています。上田選手が今シーズン限りでの引退を発表したことにより、辻村コーチの指導が渋野雛子選手に専念できる可能性もあるかもしれませんが、他の選手のように自ら考え、独立したプレイヤーに成長する必要があるとの声も上がっています。3. 体調不良と怪我の影響 体と心の疲労がもたらす試練シーズンを通して渋野日向子選手の体調は決して万全ではありませんでした膝や股関節の痛みが頻繁にプレーに影響を与えており一部のファンや解説者からは長期の休養をとって体をリフレッシュするべきだという意見も出ています特に膝の痛みがひどい中でのプレーはショットの距離にも影響し競技全体に悪影響を及ぼしています こうした体調の不安定さは、試合中のパフォーマンスにも直結します。例えば、前回の大会ではフォロースルーで膝の痛みが現れる場面があり、強いショットを打つことが難しかったようです。解説者たちも渋野日向子選手のこの状態を懸念しており、彼女がプロ選手としての未来を見据え、今後どのように体をケアしつつプレーを続けていくのか、ファンからの関心が集まっています。4。ファンの期待と厳しい声、再起への願い。 日向選手の成績低迷についてファンの声は賛否両論で分かれていますあるファンは彼女が再び渋子スマイルを見せ輝きを取り戻すことを期待していますが他のファンは引退を進める意見も少なくありません特にメジャー大会での優勝から一転成績が低迷している現状に対しシンデレラストーリーの終わりとも表現されることが増えてきています こうしたファンの反応は、渋野日向子選手の置かれた状況の複雑さを物語っています。一部のファンは、アメリカツアーから退き、日本で新たなキャリアを築くべきとの意見もあり、プロゴルファーとしての道を見直すべきだとの声も上がっています。一方で、シード権の確保は来季のための第一歩とし、再びチャンスをつかむことを信じて応援するファンも少なくありません。5最後のの一戦戦、に向けた期待と挑戦渋野ひな子の再起なるか。 最終戦出場をかけたラスストチャンスが近づいていてますシーズン最後の舞台で渋野日向子選手が見せるパフォーマンスが彼女の来季を決定づけることになるでしょうこの試合で再び輝くことができるのかそれとも新たなステージに進むべきなのかファンの期待と不安が交錯していますこれまでの不調や体調の問題を抱えながらも渋野日向子選手はファンからの応援を力に変え最終戦に向けて準備を進めています 彼女が再びその強さと笑顔でファンを魅了し、新たな渋子ストーリーを見せてくれることを期待しましょう。結びの言葉渋野日向子選手にとって、ファンの応援は何よりも力になります。彼女が再び輝くために、私たちもその成長を見守り、温かいエールを送りましょう。渋野日向子選手の挑戦はまだ続いています。そして、 彼女がどんな困難に立ち向かってももう一度渋子スマイルを見せてくれる日を私たちは待っています。